和歌山市と木の川市を結ぶ和歌山電鉄岸川線の猫の駅長らをモデルに撮影した来年のカレンダーが完成し、今日披露されました。お披露目会は今日う、の川市岸川町の和歌山電鉄岸駅で行われ、小島光信代表取締役社長のほか、岸駅長の二玉や伊達祖駅長の四玉らが報道陣のカメラに向け完成したカレンダーを PR しました。 今回販売されるカレンダーは卓上タイプで切り離すとポストカードとしても使えるもので担当者が撮影した名誉永久駅長のタマなど5匹の猫の写真に猫たちのつぶやきが添えられていますこのカレンダーは今日から一部税込み1650円で岸駅や井田木駅とインターネットで販売されていて広報を担当する山木よし子さんは カレンダーをお買い求めに根木駅長に会いに来てください。駅長も喜んでお待ちしていますと話していました。 私この取材行ってきたんですけれども、はい、あの場所ではね、本当に香港からテレビ局のクルーム訪れていたんですよね。海外からの取材ということですかそうなんですよ。大人気ですね。ええ、で、もともと、あの、うん、和歌山電鉄は台湾とか香港とか、まあアジア圏からのね。うん、あの人気は根強かったわけなんですが、うん、まあコロナ禍でそこが思うように伸び悩んだう、ね、いうこともあったそうです。うん、で新型コロナウイルス感染症がね、この5月に五類に移行されて、こうしてね。アジア圏からの観光客も増えて、え、はい、え、岸川遠征もね、賑わい戻ってきそうだ。 というふうな印象を受けましたね,そ,ですよねそして取材中にね先ほどの vdr であったこのカレンダー今手元に私あるんですけれども本当に表紙も可愛らしい猫ちゃんいっぱいですし、うん、まあ2024年もあっという間だなと思いますが長崎、ね、さん何月生まれでしたっけ僕7月生まれですね7月生まれ7月ちょっと見てみますとね、はい、ちゃんと季節に合わせてほら七夕の、えー、メッセージがね添えられてるんですよねはいこれ ちょっと可愛らしいんで読んであげてくださいよ。願い事いっぱいありすぎて困ってるのって書いてますね。可愛い,いメッセージがね。可愛く読んで欲しかったなっていうのはありますが、<laughs> こういったかわいいものがここポストカードになっている切り取り線がね、はい、あるので、後ほども使えるということなので、<laughs> はい、気になる方ぜひお買い求めください。